お疲れ様アンゴー。ちょっと早いですけど始めちゃいました。 Wi-Fi 切ってきた。情報技術研さんハートありがとう。ありがとうね、ハート。情報技術研さん、ソラさん久しぶり、嬉しい、ありがとう。久しぶりだ、確かに。こんにちは皆さん、こんにちは。ちょっと早いですけどね、始めました。ちなみに今日はすっぴんです。すっぴんです。今日ソースイさんありがとう、ラブレター。龍太郎ロマンさんだ、嬉しい、ハートありがとう。でもリップだけ塗った、リップだけ塗ったよ。ちょっと今日はリップだけですけど許してください。どうもどうも。そう、リップだけ塗ってる。リップ塗ったらちょっとメイクしてる感出るくないね。まあすっぴんです。みんな、カズトさんハートありがとう。みんなはこの時間見れるのかな。まあみんなまったりゆっくり見てください。あの仕事中の方はまあラジオにでもして聞いてくれたら嬉しいです。やっとちゃんと見れる日が来た、わさっぴさん。やっとじゃん、嬉しいよ。このあと大学何もない。あ、見れるね、配信見れるじゃん。みんなまったりお話ししようよ。たまにはこんな時間に配信するのもいいじゃない。つるさんこんにちは。みんなは今日何してましたか。何してた、それとも今からなんかする。みんな、きょんさんこんにちは。さっき煮干しラーメン食べ、煮干しラーメンって何？煮干しラーメン、煮干しラーメンって何？私だってちゃんと仕事する日もあるんですよって。ちゃんと船長さんしてますか？トゥトゥトゥ。今日は髪もストレートヘアにしました、あえて巻かずに。煮干しで出汁を取ったラーメン、煮干しでラッシュを取ったラーメン。なるほど。煮干しってあれ？あのお魚だよね。小一さんハートありがとう。あ、トレードのニュースなんか見た、なんか見たかも。魚が入ってるラーメンかと思ったってめっちゃ面白い。さすがに入ってなかったね。え、じゃあ煮干しってさ、あれですよね、私が好きなやつだよね多分。あの小さいお魚さん、そのまま食べれるやつじゃない？違う。こんにちはちびさん。ああ、打ち合わせの待ち時間、よかったよかった。昨日と随分髪型が違う。ごめんなさい、昨日はセットしてたもんでね。今日はストレートですよ。ドマさんキャンディーありがとう。ね、このキャンディーって何しよう、めっちゃ可愛いよね。わさっぴさんハートありがとう。ドマさんケーンありがとうね、嬉しいです。あ、わさっぴさんの愛がいっぱい伝わってくる、ハートありがとう。ナンさんハートありがとう。あ、見に来れた、よかったよかった。今日明日ファミマに寄らないと。今日か明日、なんで、なんかあると。新聞買うとか。トカチンさんキラキラありがとう。小魚を煮て干した水産加工品らしい。
だよね。めっちゃ面白い。結婚してのはあれ返事ってことでしょ。めっちゃ面白い。ありがとう。あきじいさんこんにちは、嬉しい、ありがとうございます。ねずみきゃんさんありがとう。あ、打ち合わせ行ってくる、早かった、結構早かったね。行ってらっしゃい。ガールズドライブの渋谷の上映会を撮ったからチケット発見。ガールズドライブってなんだ。あ、映画ね。ドムさんありがとう。これはなんて書いてある。スイート、スイート、スイーツ、スイーツだ。お菓子ね。ありがとう、かわいい、ありがとう。映画ね。理解した。5人ぐらいのやつね。わかるわかる。映画館のやつなんですね、ちゃんと。しゅんせいさんハートありがとう。トマさんレインボースターもありがとうね、嬉しい。2回目、何回見ると、すごい。イモナさんこんにちは、嬉しい、ぜひフォローしてください。しゅんせいさんね、久しぶり、嬉しい、ありがとう。あ、そうだ、あ、スヌポンさんこんにちは。そう、あのさ、そういえばツイッターにはショールームのリンク貼っ、ツイッターとインスタグラムにショールームのリンク貼っといたので、それでみんな気づいてくれたら嬉しいなって思いながら、はい、あのリンクを貼りしました。皆さん、あの拡散してください、フォロー。昼間から朝の配信見れることに感謝。え、本当？嬉しい、そう言ってくれて、言ってくれて。黒曜さんレインボースターありがとうね、嬉しい。覚えててくれてありがとう。もちろん覚えてますよ。トカチンさんハートありがとう。黒曜さんキャンディありがとうね。今日は夜も空いてるので配信していいんですよ、めっちゃ面白い。しゅんせいさんメロディありがとう。トカチンさんハートありがとう。夜気が向いたら配信しますね、っていうか配信できたら配信しますね。まあそれもあのまたハンルームでお知らせしますね。この配信はとりあえず1時間半前ぐらいに多分告知できてたと思うんで、そう、ちゃんとツイッターとインスタグラムのストーリーでね告知させていただいたんですけれども、なんか直前とかに告知するときはファンルームにしようかな。どっちがいいんだろうね。まあまあまあ、浜松の IH さんこんにちは、嬉しい。ネオネオさんもありがとうございます。皆さんぜひハートボタンをあのピンクにしちゃってください。そう、カラオケしたい。そうそう、ランク上げなきゃ。おそらく気が向くと思います。面白い、気分屋のイメージ。そうの、気分屋じゃないよ全然、ある意味気分屋。まあまあまあ、葵さん嬉しい。キャンドルさん、のりおさん、のりおさんありがとうございます、ありがとう。そう、ハートをピンクに、もうピンクになってる方は押さないでください、ピンクにしてください。トゥ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 、分野じゃないよ。まあある意味ね。真心さんハートありがとう、来てくれてありがとう、嬉しい。
ドゥ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 。そう、今日はさ、あのそういえばポップアップの購入品紹介したいなって思ったんですけど、今日はメイクしてないのでしないことにしました。そう、ハートが割れちゃった、やだよ、ちゃんと修正しといて。まちゅうさん、キラキラありがとう。ドゥ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 ンドゥ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 ン、今回初めて飛行機で実家に。飛行機で？すごい。いつも新幹線ってことか。そっかそっか。いいね。スヌポンさん、ありがとう。お菓子、スイーツ、ありがとう。パクパク。トゥ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 。タンスしまってないよ。しまってないよ。タンスにしまってないわ。でも本当にね、宮崎最近めちゃくちゃ暑いので、最近はあのさ、あの半袖で過ごしてますね、ほぼほぼ。うん、アロンアルファ直しておき、アロハ、アロンアルファは、うん、まあまああの深い絆で結びつけといてください。キョンさん、ハートありがとう。関西人は関東から関西ぐらいなので新幹線に乗るのがあるあるなのよって。そのなんか2時間ぐらいなの。確かに新幹線の方がまあ確かにね、交通費は抑えられそう。でも新幹線も高そうやけどね。うん、なんか10月よりも11月の方が暑い。何なんですかねこれは。なんか100年ぶりみたいな、なんか昨日言ってましたよね、昨日一昨日くらいに。100年ぶり11月に25度以上、25度超えるの100年ぶりみたいな。私とさ、仲じゃないですか。そうね、そう、気にしない気にしない、そうだね、そうしよう、気にしないことにしとくよ。うん、こんにちは。さあ、私も釣られましたって、やった、嬉しい、ありがとう。いや、バイクまだ乗ってないです。乗りたい。トゥ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 。新幹線と飛行機ってあまり正直実感が変わらないのと、変わらないけど新幹線の方が値段的に安い。あ、新幹線ってどれぐらいで乗れるんですか。新幹線通っちゃうから全然わかんない。うん。RULES3、こんにちは。1年過ぎませんよ。そんなことしませんよ。最近ね、車のね、助手席とかに、パパの助手席とかに乗ってるとき、あの、たまにシミュレーションしてます。うん。たまにシミュレーションする。から、乗りたいんですよね。晴れてて、気温がちょっと、程よい日がいいんですよ。めっちゃ日が照ってる日は、でも、まあ、引いてってる方がバイク日和か。
自由席なら新幹線新大阪から東京1万4000円かかんない。飛行機の方が安くない？それどうなんやろ。めっちゃ早く取る飛行機の方が安そう。ハンドル握ったら性格変わんないように。変わんないよハンドル握ってもこんなんですうん、きっとこんなん。シミュレーションより実践あるのみですよ。まあ確かにね、それは言われて言えてるわ。自分の車シートベルトはレーシング用の4点式になっております。え、シートベルト4つあるってこと？そういうこと？大変。飛行機だと1万5000円いく。あ、でも早く取ったらさ1万円ぐらいじゃない？しゅうがきさん、キラキラありがとう。いや、そのままでいいじゃん。ダメ。四点式って四つ止めるってこと？1、2、3。あ、どこに止めるんやろ。足とか。ダメか、足止めちゃう。四点式ってどういうこと？1個、2個、3個とか。ここに止めるやろうと。トメさん、キャンディーありがとう。あ、早く取って飛行機代1万5000。でもさ、まあ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 、まあ、この消費消費、いや言えなかった。標識何やったかな。まあええかみたいな。いや大丈夫だよきっと、そんな変な道通んなければ。足止めたら確かにペダル操作できんね。確かに確かに。なんとか来れた、嬉しい、ありがとう。しゅんせいさん、だるまさん、ありがとう。通常は肩掛けですが、レーシング用はお腹の周りにロックがあります。ここね。え、ここないってこと？大丈夫かな。頭を固定する、最も危ないとっても危ないわ、それは。ダメだよ。今日初見さんが多い、嬉しい、みんなありがとうございます。プアさん、ありがとうございます。チチチチ。でもそう考えたらさ、バイクってすごいよね。シートベルトないんですよバイクって。え、なんかさ、ちょっとさ、そういうの考えたらなんかバイクってすごいね。なんかさ、この間ね、普通に道端で二人乗りしてるバイクを見たんですよ。多分お父さんが小さい娘を後ろに乗せちゃって、プロテクターもちゃんとつけちゃって、で、お父さんと娘ちゃん、子供ちゃんの、この娘ちゃんこうしてるんですよパパに。そうで、ここに多分マジックテープ貼ってあって、こうなってるんですね。でもうめっちゃ必死に何しがみついてた、何ギュッてしてました。可愛かった、そうベルトあったらね乗れんもんね。そうベルトない分めっちゃ必死に、パパにギュッてしてましたよ。可愛かった。結構ね、小学生ぐらいかな、ちっちゃめ。
ライトニングさんありがとう、来てくれて。しゅんせいさん、だるまさんありがとう。私はいつサオンの後ろに乗れるんだろうか。サオンはバイクって1年経ったら、免許取って1年経ったら後ろに乗せれるんですけど、サオンはまだ乗ってないのであと1年かかりますね。まだ乗せれません、乗ってないので。でもそもそもサノンは誰も後ろに乗せないですね、きっと。だってさ、後ろに乗せるのはさ、相当さ、めっちゃ上手じゃないと。上手とか、まあ運転に上手い下手ないんですけど、相当さ、相当緊張感持って乗んないとね。車以上にさ、車はさ、こうパパとかおじいちゃんとかのお兄ちゃんとかさ、マミとか乗せたことあるけどさ、バイクはちょっと簡単に乗せれないですよね。うん、バイクはなんか車以上に、ね、大変、勇気いるよ乗せるの。予約一号予約まだ受け付けておりませんので。サーノはいつ後ろに乗ってくれるんだろうか。あ、いつでも乗る。バイクってさ、後ろに乗るとなんか勉強になるんですよね。勉強になる、うん。教官の後ろに乗るときもなんかそう、あ、これぐらいの感じなんだみたいなさ、そう、勉強になる。いいよね、なんか風も心地よくて。かんちゃん、はじめまして、嬉しい、ありがとうございます。したゆうさん、こんにちは。嬉しい、初訪問の方いっぱい、皆さんフォロー待ってますね。自転車ね、自転車ならさいいかもしんない、うん、自転車の方がいいかも。うん、後ろ乗せるなら自転車の方がいいけど、自転車って後ろの乗るやつないね、そういえば。そうそう、仕事に戻る。トメさん頑張って。サンマさんこんにちは。お魚好きなんかな、サンマさん。ね、みんなさ、みんなニックネームってどうやって決めてるんですか、ちょっとそれ聞きたい。なんかあんま聞いたことなかったなって思って。ひろひろさん、さらなってやっほー。みんなどういう風に決めてるんですか、ニックネーム。なんとなく、え、そう、自転車ね、禁止だもんね。ちびっちゃい子しか無理だね。適当？適当か。本名をうまく変えて特定されないようにしてる。なるほどね。逮捕。そうだよね。私のニックネームを分かる人に簡単に想像できますって。分かる人にね、簡単に想像できる、うん、もう人それぞれか。自分の食べ、なんか好きなものとか好きな食べ物とか名前にしたりするのかな。数字は適当。なるほど、名字ね。そうだよね。
てさ、それでさ覚えてもらうわけじゃないですかね。覚えるじゃん、それで覚えるじゃん。だから結構さ、ずっと使っていくネームになるわけじゃん、こういうショールームの、ニックネームとかって。そうだから、なんかどうやって考えてるんやろうと思って聞いてみた。赤さん、ハートありがとう。ね、わかる。ニックネームの由来聞きたいよね。ムーチンさん、こんばん、こんにちは。やばい、最近こんばんはって言うからさ、配信の時、本名からつけてもらった。なるほど。わさみんって知ってます？わさみんですか？誰ですか？知りません。わさぴさんの弟？妹？全然わかんないよ。わさみんさん？わかんない。全然わかんない。正代さん、嬉しい、こんにちは。なんかお昼は初見さんがいっぱい来てくれるんですね、嬉しい。で、待って待って、めっちゃ申し訳ないやん、めっちゃ申し訳ないやん、やめてやめてやめて。岩佐さんね、わかるかも、わかるわかる。あの演歌、演歌だっけ、演歌、演歌ですよね。演歌かなんか歌われる方ですよね。顔はわかります、めちゃくちゃ。正代さん、こんにちは。めっちゃ失礼だった。わさみんさんって言うんですね、ニックネーム。演歌わかります、わかりますわかります。はい、大変失礼いたしました、わかります。はい、存じ上げてます。ハルッピ知ってます？うん、知ってる知ってる知ってる。同じ宮崎県出身、わかりますよ。ショールーム知ってますよね。え、合ってるよね、合ってると思うよ、うん、HKT さんの。え、あ、つけてもらったってこと、そういうこと、どういうこと。仕事中なのに、うん、休憩室で配信見てますって。あー、愛じゃん、嬉しい、ありがとう。病院だからまた後で来るねって。ピンク亀尾さん、お大事に。つけるも何もそのまんまって、そのまんま、そのまんま、わさっぴ、わさっぴ、え、つけてもらったじゃないとね。はやぶさって僕の趣味を考えて分かる。あ、分かった。あの電車ね、電車、乗り物、うん、新幹線。そのまんまってどういうこと、そのまんま、そのまま。コニタイン、うん、待って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 、コニタン泉さん、こんにちは。わさみん、はるっぴ、わさっぴ、あ、あ、そういうことね、三好だったってことね、そういうことか、そういうことね、そういうこと。全然じゃあ名前関係ないってことね、名前関係ないね、うん、すごいすごい。そういうことね。あ、全然、あのさ、さっきさ、誰々知ってます、わさみん知ってます、
ハルピしてますって言ってくれたやつ全然関係してると思ちろんやった。うん、そんな感じでつけたよみたいな感じかと思った。私頭固いだよ。固いよね、わかる。チックタックさん、サーランありがとう、来てくれて。え、全然ピンとこないった、ごめんね。金ちゃん、やっほー金ちゃん、金ちゃん来てくれたの嬉しいよ。見つけてくれた、やーやーやー、やっほー、久しぶりだね。元気かな、こんにちは金ちゃん、嬉しい、久しぶりに。元気、みんな初訪問ありがとうございます。フォローも見つけてしまった、イエイ、ようこそ。見つかった、頭をお酢につけたら柔らかくなるかもです。嫌です、お酢大好きやけど頭つけるのは嫌だわ。何日で香り取れるかな、お酢結構つくよ香り。ふう、元気、よかったよかった。好きが強くて見つけてしまった、何それ、嬉しすぎるじゃん。嬉しいよ、ありがとう。来てね、これからまた。うん、そうだよね、新しくなったから。今まで通知行きよった方もね、行かんくなって。そうだよね、まだあの SNS とか見てなかったりしたらさ、みちょろやったり見逃しちゃったりしてたらね、なかなか来れないですもんね。よかったよかった、来てくれてありがとう。顔がお酢の代わり、嫌です、絶対嫌です、集中できません。何も、頭か、頭、シャンプー、シャンプー、いや待って待って、お酢、お酢、え、キシキシになりそう、どうなんやろ。トゥ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 、あこっちでもこんにちはって、金ちゃんありがとう。ツーアカウント、ツーアカウントでフォローして、じゃあありがとうね、本当にフォローしてくれてる、嬉しいよ、ありがとう。顔じゃなくて頭ね、ごめんごめん、頭だった、気づいた、ちゃんと。顔にお顔にお酢をつけるのは罰ゲーム、いや頭も罰ゲームでしかないわ。うん、大切な髪の毛が、え、でも顔にさ押し付けたらどうなるの、絶対やばいよ。うう、ひでさん嬉しい、ありがとうございます、かわいい、ありがとう。そう、パッと見で読んじゃうので、ちゃんと見たら、あ、違ったってなる。え、確かに目痛めるね、確かに確かに、気をつけなきゃ。こっちの名前は本当はこれやねんって、かけるたん、かけるたんなの待って、かけるくん、かけるくんってこと、かけるたん、かわいい。でも金ちゃん、金ちゃんだとわかりやすいわ。うん、金ちゃん、確かに酸性、危ないね、普通に痛いね。うう、高平さんこんにちは。うんうんうん、やっぱいろんな時間に配信するといいかもね。最初は強酸性、うう、強い強い。
仕事に集中する。いってらっしゃい、頑張ってね。居心地さんかな、居心地さん、こんにちは。さんはよく運ぶので得意です。さんはよく運ぶってどういうこと。あ、ご飯食べてない、ご飯食べないよ、ご飯食べよう、まず。じゃあ、うん、もうだって2時半とかじゃない。ご飯食べな、ちくさん、セピオレ。あ、なんかそれ習った、なんかそれ習ったな。なんか中学校ぐらいの時にさ、自由研究でなんかやったよ。どれが一番早く釘が錆びるかみたいなやつでやった。なんか醤油とか、お醤油とかお酢とかいろいろやってつけて下の名前かけるやねん、かけるくんか、かけるくん。まだ金ちゃんじゃん、名前由来してないね、名前にあれなんだ。金ちゃんは名字とか、かけるくん、ドゥ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 、テテテテン、テルルトトン。キンちゃんは名字から、そういうことね。で、かけるくん。なるほど、ありがとう、教えてくれて。かけるくん、かけるくんってさ、ごめん、かけるくんってさ、初めて出会ったと思う。うん、え、なになに、卒業して抜け殻になって、サーノン卒業して俺抜け殻になってたから、またこうして会えて泣きそうだよ。え、金ちゃんそこまで言ってくれて嬉しいよ、ちゃんと見つけてくれて私も嬉しい、ありがとうね。おけいちゃん、手ありがとう。なんかそうやって言ってくれたら本当にね、嬉しいよね。めっちゃ名前連呼するやんって。いや、初めて出会ったなと思って、かけるくん、うん、かけるくん、うん、初めて出会った。かけるくんっていう友達私いないですね、学校いなかった、かけるくん、うん、でもたけるくんもいないな、うん、意外と芸能人の方やったらおるけどさ。キングさん、お疲れ様ご。嬉しい、みんなありがとう、来てくれ。かけるくんって最近呼ばれんやったからちょっと違和感。え、じゃあいつもなんて呼ばれよる。たけるはって言おうと思ってたんだよね。たけるくんも意外といないですね。たけるくんも本当にマジでリアルにクラスとかにもおらんやった。うん、 CO007 さん、キラキラありがとう。本当になかったから。金ちゃんって呼ばれてんの、あ、そっか、名字由来してるって言ったもんね。金ちゃんって呼ばれてるじゃん。じゃあ今日はかけるくんっていっぱい呼んでしまった、呼んでしまったってかけるくん、かけるくんクラスにおった。へえ、
そうなの、全然かけるくん、きんちゃんが初。まさっぴさん、こんにちは。嬉しい。意外と出会ったことない方多いか。俺下の名前漢字難しいから、同じ名前のかけるって人に会ったことない。どんな感じ？一文字とか？キャレスさん、お疲れ様。下の名前で呼ばれるのいいな。うん、呼ぶよ全然。初見ですって、カノンさん嬉しい、ありがとうございます。え、なんかかっこいい。走るでかける、あ、かけるね。へえ、それ当て字？すごいすごい。え、走るでかける、うん、かっこいいね。え、ショーでさ、え、ショーでかけるって読む？すごっ。かける、きらぼし少しだけあげる、どうだった、ありがとうございます、嬉しい。あ、うらんちゃんお疲れ様。全然走れんけどって。すごい、でもかけるって言うもんね。かけっこ、かけっこってことでしょ、そういうこと。じゃあ呼んでください。え、待って、ピです、絶対ウソやん。ね、わさ、わさがさ名前でさ、あ、名字でさ、ピがさあれってことになる、名前ってことになるよそれ。ピ、ピさん、うん。あ、ショーでかけるって、かけるって人や、あ、クでかけるって読む人多い。なるほど。え、ね、ヨーグルッペすごすぎ。よかったじゃん。よかったじゃん。見てびっくりした。うらんちゃん、レインボースターキラキラありがとう。びっくりした。ヨーグルッペがまた、学校、学校だよね、あれ。ね。売ってあると。サラムちゃんって名前初めて聞いた時、なんていい名前なんだろうって思ったのってね。え、そう、あの鈴葉さんがね、そう、それめっちゃ嬉しかった。そう、めっちゃ褒めてくれて。でもそう、鈴葉さんめちゃくちゃ名前褒めてくださる、うん。ちなみにチームメイトツアーでサーノの初披露された日からサーノに一目惚れして推しに決めたさ。嬉しい、今に至るって。え、待って、サーノ初披露された時嬉しい。待って、ちなみにどの公演から見てくれたん？佐賀？嬉しい。ツアーやったら佐賀かな。佐賀だよね確か。金ちゃん佐賀だったっけ、出会ったの。出身は長崎か。佐賀だよね。佐賀嬉しい。なんかさ、佐賀からさ応援してくださってる方も本当にめちゃくちゃ初期じゃないですかね。そうね、ドマンさんも佐賀ね。そう、佐賀嬉しい。だって佐賀は本当に私が加入したのが2019年の10月、2020年の1月5日やったから、うん、そうね、11、12、1、お披露目して3ヶ月。そう、お披露目して3ヶ月だよ。だってもうさ、右も左も分かんないサロンだよ、本当に。本当にそう、一番最初からだから、めちゃくちゃ嬉しい、ありがとう、見つけてくれて。しゅんせいさんキラキラありがとう。だから2010、そうだよね、2020年からだから
もう3年4年4年ぐらい経つね。もう4年ぐらいだよ、かれこれ。兄は KKB から、もう KKB からはもう一番嬉しいのよ。だってさ、 KKB ってサーノがお披露目されて1週間もたたん、6日だからね。嬉しいね、嬉しいね。いや、はやぶさ遠いのに嬉しい、ありがとう。あの頃のサーノはめちゃくちゃ初々しくて可愛かったって、ありがとう。ツンデレと自分らしさと、あ、違う、自分らしさ違うね。ツン、違う、間違えた。初恋よこんにちは、初恋よこんにちは、ツンデレハート型ウイルスだ。やったね。あの3曲ですらね、覚えるのめっちゃくちゃ時間かかったの。そう、めっちゃ時間かかったし、あのハート型ウイルスでさえめちゃくちゃ覚えるの大変で、あのきっと先生困ってました。うん、ツンデレとか難しかったわ。うん、はずちゃんさんこんにちは。基本レミタンや福留サラノンがいた2019年組は基本好きやったなって、嬉しい。鹿児島も行った？待って、金ちゃんじゃあさ、お披露目から6日目で見つけてくれてるってこと？鹿児島イベント上がってたから、うん、それを押してガチ押しまで行ったのがショールーム。嬉しいね、ありがとう。ウランちゃんかわいい、クマちゃんありがとう。ハート型ウイルスやウィンブルドンへ連れてってん新人さんはみんな通る道。ウィンブルドンさ、サーノンやったことある？待って、ウィンブルドン、サーノンあれだ、ウィンブルドンね、やる予定だったんだよ。ウィンブルドンへ連れてって、テニスの曲でしょ、ランラララララランランランでしょ、ランラララララランラン、チャ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 でしょ。あ、それやったな、それの披露してないけど。サーノンね、それね、中止になっちゃった。2月ぐらいになんか東京ガーデンシアターかどっかである予定やった、あの何、新チームコンサートじゃない、現チームコンサートで、みつほと、もうこれ中止になったからいいよね、みつほとれいちゃんと3人でやる予定だったんですよ、実は。うん、そう、しかもなんかさ、スタジオでさ、こう大先輩、みんな先輩方にがこういる中、こう投資リハとかやってて、3人でチャチャチャンチャンチャチャンチャンチャチャンってやるの、めちゃくちゃね、めちゃくちゃ緊張した。本当に緊張した、あれは。どもさん、くもちゃんありがとう、嬉しいよ。うん、星集めでルームに入り声をかけてもらって以来か。そうだね、イベント中かな。ね、嬉しい。うらんちゃん、くもちゃんありがとうね、嬉しい。サーノンとオンライン握手会の天神の街中でやったのは一生の思い出ね。懐かしい。もうひでさんこんにちは、おけいちゃん嬉しい、ラブレターありがとう。自分はサーノンを見つけたのが遅かったので今全力で応援中ですって、嬉しい。本当に嬉しい。お話がいっぱい来てくれたもんね。そう、現チームでやる予定だったの。あ、オオカミとプライドね、オオカミとプライドね、ひゆかとやりましたね。
あれ私がオオカミとプライドやったの1回かな。ウランちゃん、かわいい妖精さんのクマちゃん、ありがとう。イエイ。え、そうなのにウィンブルドン見たかった、本当。そう、レイちゃんとミツオと3人でねやる予定だった。確かセンターは多分レイちゃんかな。うん、おけいちゃんキラキラありがとう。そうだよ、ウィンブルドンできるはずだったんですよ。サノンもサノン、そういえば今年の7月宮崎のヨモリ行った場合って、すごー、なんで、すごい旅行かな。講義始まったけど見てるねって、いけないんだ、いけないんだ、嬉しいよどっちやねんって。ポンテさん、お疲れ様、んごありがとう。トメさん、おかえり。たまたま見つけたのが佐賀やったけど、どこで見つけても押してたのは間違いない。本当に嬉しいよ。クイントさん、こんにちは。やりたかったユニットですか。なんだっけ、ダンタダンタダンベイビーベイビースキャンダラスに行こうとかもやってみたかった、大好きなんで。さあ、の沼にはまって身動きできません、ようこそ沼へ空沼へ。俺が応援しとる長崎のアイドル追っかけに行ってきた。すごい、長崎から来てたんやん、アイドルさんも。ギャレスさん、ハットありがとう。そう、スキャンダラスに行こうはもう加入前からめっちゃ好きで。ちなみにサラの卒業発表見たの、職場、やばい、職場やったんやけどさ、うんうん、その場で号泣して職場の人に、うん、慰められたの思い出あって、なんかそういう話聞いたことなかったから嬉しい、そうやって聞いて、うん、ありがとう。こうやってまたね、ルーム見つけて会いに来てくれて嬉しい。愛だね、愛だよ、嬉しい、みんなありがとう。スキャナラスに行こうかって、すごっ、太田奈央さんと、ミサッキーさん言ったことあるんや、すごい。やりたかったの、スキャンダラスに行こう。スキャンダラスに行こうだって私がいる間に、この4年間さ、誰も多分やってないと思う、誰もやちらんくない、どう、みんな。誰もやってるとこ見たことないよね。ドゥンドゥドゥンドゥドゥン、ベイビーベイビー、 Are you ready? We are crazy。 うん、うん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 、うん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 、1+1 の化学反応をみんな、うん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 、星を持ったら絶対手に入れるよ、うん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 、宮崎のヨモールめちゃくちゃ大きくてよかった、めっちゃ大きいですよね、確かに、あそこはめちゃくちゃ大きい、うん、確かにテラスあるね、確かに。春生さん、ダルムさんありがとう。
その顔はサーノンですか。サーノンです。カムカバーさんおかえり。チェキ当たった時に対応してくれたお姉さん、あれっす、あれっきり見てないんだよなって。え、わかる。あのエイト公演にもね、ま、エイト公演って、あ違う、劇場じゃなくて全国ツアー、エイトの全国ツアーの時 も一緒に回ってくださってた方、スタッフさんだけど、みちょらん、え、長崎なんかありそう。でも金ちゃん天ありがとう。眉を潜めてこそこそ噂していたて、恋はしようが誰と寝ようがする、どうでもいいことでしょう。全部食べてしまうよ。ルーナさんこんにちは。卒業発表の時何してたかなって考えてたけど、チェキと聞いて劇場にいたのを思い出した。一番前やなかったね、下手の。慰めてくれてありがとうってめっちゃお礼言いたくて、あれからずっと探してたけど会えずに終わった。でもどうなんやろうね、どうなんだろう。でも多分いらっしゃると思うけどな。なんかね、大きいコンサートの時にねいらっしゃるんですよ。そう、グッズの担当、グッズじゃないな、特典の担当してらっしゃるのかな。そうだったと思う。そう、なんかエイトの全国ツアーの時もあれやったよ。なんだっけ、エイトの全国ツアーの時もね、あ、そう、習字書く時とか、そう、そう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 、やったりしてた。そうそう、うん、卒業公演の輪投げの受付の方はいらっしゃったか、嬉しい。おー、よかった。くまさんこんにちは、嬉しいです。くまさん、卒業公演の時、さらちゃんおし結構前にいた。そうなんですよ。なんかさ、私が出る公演は結構ファンの皆さんが結構ね、最前とか2列目とかにいてくれてめっちゃ嬉しかった。今ちょうど1時間、ありがとう。じゃあさ、3時まで配信するわ。こうさんこんにちは。やはり時間経つの早いの分かる。島津さん、さあ飲んでやっほー、ありがとうございます。また来るねって、さあ飲んで、ぜひまた来て、銀ちゃん絶対来てね、ありがとう。カミロミさん、はじめまして、はじめまして、上見空野です。嬉しい。1214、
ライブプラネットさんかな、マキューさん、こんにちは。ハリーベルさん、ダイミさん、こんにちは。次曜日は、うん、DMM 見てて、ネギちゃんがいなくなっ、あ、うん、エイトいなくなってからここから出る決心したの。厚毛思い出したって。卒業発表でしょ。そう、私もお家がなくなったって思いました。うん、正直そう、そう、私のお家なくなったって。そう、なんだってねえ、エイトは家族ですから。うん、エレメンツさん、ヤッホー、久しぶり。まじめちゃんさん、嬉しい、ありがとうございます。こうさん、ピョンズさんじゃん、嬉しい、ハートありがとう。武道館コンサートで、うん、夜な1日目流れて嬉しかった。あー、そっかそっかそっか、嬉しい、ハートありがとうございます。マッピーさん、こんにちは。え、てかもう高めのハーフアップみたいな、あ、森ハーフアップ、あれはね、あれは本気でね、ヘアメイクさんしかできんわ、あれは。リンリンさんだったらできるんですけどね、リンリンさんはね、森ハーフアップ自分でされるのがお上手なんですよ。ワイサッピさん、ハットありがとう。だってリンリンさん本当にリアルにコンサート自分でした髪型で、そう、出演してたりするんですよ。びっくりした、クオリティ高すぎて。そう、でもメイクさんが言ってた、りんちゃんがするあの髪型はクオリティ高いからみたいな、そのまま出せるみたいな言ってて、すごいなって思って。モリハワアップが自分でできちゃうんですよ、あれね。なんか逆毛立てたりするからね、自分でやるの結構難しいんですよね。うん、美容室行ったらできるかもしれないけど、でも美容室行ったらでもできますよね、きっと。でもあのおさるさんはさ、おさるさんはさ、おさるさんはさ、あのアイドルの、そう、ヘアメイクだから、そう、アイドルヘアね、めちゃくちゃするじゃないですか、いつも、ほぼ毎日、ほぼ毎日じゃないな、まあね、頻度高くコンサートの時とかするじゃないですか。でも普通の美容室だとさ、あの別にアイドルヘアをするわけじゃないじゃないですか、いろんなおしゃれなヘアスタイルだから、それは分かんないよね。うんうん、でも間違いなく美容室行ったらできるかもね。逆毛立てる森ハーフアップって言ったらできるかもね。イナッチさん、はじめまして、嬉しい、ありがとう。ぜひ皆さんフォロー待ってます。モリハワアップね、私ももう一回やりたい。よしちゃん、もうすぐ3時になるということで、ランキングを読んでいきたいと思います。ランキング読みますね、皆さん。
13位は赤さん、ありがとうございます。12位はマッチさん、ありがとうございます。11位はしげお007さん、ありがとうございます。10位はしゅんせいさん、ありがとうございます。9位はナンさん、ありがとうございます。8位はギャレスさん、ありがとうございます。7位はソースイさん、ありがとうございます。6位は国陽さん、ありがとうございます。5位はおけいちゃん、ありがとうございます。4位はサッペさん、ありがとうございます。3位はスヌポンさん、ありがとうございます。2位はドマさん、ありがとうございます。そして1位はウランちゃんでした、ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。みんなお昼からありがとう。ぜひまた遊びに来てくださいね。ということで今日も見てくださってありがとうございました。今日はなんか初見さんがいっぱいいてくれて来てくれて嬉しかったです。皆さんフォロー待ってます。ということでいきますよ、せーの、そらのじゃんけんじゃんけんブン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 。みんな午後も元気にお仕事頑張ってください。学校お仕事、うらちゃんハートありがとう。じゃあみんなありがとうね。それではバイバーイ。みんなありがとう。